はい、どうもこんにちは、タイガです。アティです。今日は年末にやったヒロヤ対柴田について話していきと行こうと思います。思います。じゃあまず最初に、あの試合が決まった、うん、まあオファーはあったと思うんだけど、うん、あれっていつ頃決まったの？いや、確か2週間前かな、結構近いに話が来てみたいな感じ、うん、でルールとかもその時、そうそう、その時にルールはね、ボクシング1ラウンド、うん、キックボクシング2ラウンド目で、最後に総合ルール、多分計3ラウンドだったの。3ラウンドだって話だ、聞いてたね、うん、で試合決まったじゃん。で試合決まって、まあその2週間前ってことだったから2週間あったと思うんだけど、うん、その間ってなんか練習とか、その間は全くしてなくて、もうほんと最後の3日にちょっとトレーニングしたぐらいで、だからもうほとんど準備はできてなかったかな。まあこれはもうやってなかったら悪いんだけど、で向こうは結構練習してたみたいな言ってたけど、なんだっけ、北岡さんのチームだっけ、うん、もともと、もともとそうだよね、北岡さんのチームで多分ずっと、そうだよね、何年だっけ、格闘技十何年かやってるよね、確かに柔軟性やってるでしょ、そうそうそう、やってるストパンクラス、そう、パンクラスだから、ね、なんか YouTuber だと思ってたけど、俺も実はちゃんと格闘技やって、格闘家だからもうちゃんと格闘技やってるんで、そうだね、そうプロレスもやってるから、うん、体重の差もすごいあるし、うん、身長もともと向こうもなんか減量して87だっけな、うん、とかまで落としてくるって言ってたから、そうなんだと思ってて、まあでもそれでも反対はしてたんだけど、うん、そうでも全く練習もしてなかったし、1年、うん、1、2年ぐらいしてないのが多分、その状態で試合出るのはちょっとリスクもあるし、いくら今までやってきた選手よりあのレベルが低いといっても、まあ、やっぱ、うん、あのスパーリングとか試合もしてないと反応も遅くなっちゃうから、なんか変なパンチとかもらったら嫌だなってその時思ってて、試合もね、だって、まあ言っちゃえば YouTuber って括りだからさ、そうそうそう、 YouTuber とまあ一応格闘家っていうさ、まあ、勝って当たり前で負けたらやばい、実はちゃんと格闘技やってるけど、肌が見れたら、うん、ただふざけた YouTuber みたいな感じが、確かに確かに、そうだからそれに負けたら本当にやばいよっていう話はもう決まる前にしてたんだけど、うん、それでも大丈夫だろうみたいな感じで、なるほど、試合の当日まで迎えて、うん、まあ、そこに俺も、まあ、無理やりでも練習させればよかったなって、うん、終わってからすごい後悔したというか、練習させておけばよかったなって、スポーツってさ、うん、今回の相手も3週間前ぐらいから試合が多分出ること決まってて、うん、そっからも相当必死にやってきたと思うし、で兄ちゃんは3日前にちょっと練習したぐらいで、うん、やっぱそれってどんな実力差があっても、なんていうの、何か起きちゃうことがあるから、うん、一発もらってダウンしちゃったり、ね、まあ、ダウンしてたし、そういうこともあるから、本当にしっかり準備させておけばよかったし、自分もね、なんかどんな相手でも、そうだね、本気でいかないといけないなって、まあ、改めて思わされたし、それはすごい勉強になったかなって思います、うん、で、まあ、次試合当日、まあ、準備終わって試合当日になるじゃん、うん、で試合になって、まあゴング鳴った瞬間、柴田は止まってたと思うんだけど、あとはまあリング動物かおちょぶってるみたいな、そうそうそう、ああいうのってなんか予想してたりとか、あれはね、絶対普通に戦ってくると思わなかったから、やっぱりそれだけ格闘技やってるとさ、プロがどんだけ、まあ、あの柴田選手、うん、選手ではないかもしれないけど、まあ、もちろんあのプロでやってたって言ってたから、うん、そこは絶対分かってるはずなの、どんだけレベルの差があるかっていうのは、だから普通にやってくるはずないなと思ってて、まあ、だからああいう変なことをしてくるんだろうなと思ってて、でやる前もだからもうそれに絶対合わせちゃダメって話してて、うん、けど試合始まったら、まあ、あんな感じで、まあ、すごい見ちゃって、なんか相手に合わせちゃってて、なんか飲み込まれたなって、うん、向こうも総合の選手だからやっぱね、まあ、ヒロヤさんでローとかやっぱ強いじゃん、だから もらいたくもないだろうし、うん、できるだけもらわないように時間を、うん、使って、ああいうのに
変えたいっていうのはなんか、まあ、向こうのなんかあれでも言ってたし、すごい感じたね、見てても。そう、まあ、1ラウンド、まあ、そんな感じでなんか乗りうまく乗り越えられてみたいな、まあ、ダウンも1回あったし、でも2ラウンド目行ってからも完全寝技とかもあっても全くやってない。組みつかれてからは何も指示もできないし、うん、なんか逃げ方とかも俺も分かんないから、うん、どう指示していいのかも分かんなくて、そうね、そうそうそう、だからもうとにかくもう立てみたいな、うん、それしか言えなくて、だから本当にね、もう本当万が一総合のルールになったとして、うん、だからもう総合を知ってる人をセコンドにつけたり、うん、本当に勝負ってそういうもんだと思うから、そう、いつの友を含めてちょっと舐めてたなって、うん、セコンドとしても反省するところだなって思います。で、あれについてはどう思う？そのちょっと話題になったタップの、タップね、うん、そう、タップ、あのセコンドやっててもなんか若干タップしてるように見えて、うん、でもなんかそのまま続けてて止められなかったから、で試合終わってから腕決まってたみたいな話してたんだけど、うん、いや全然決まってないって言ってて、タップしてないよって言ってたから、そうなんだみたいな、角度的にちょっとあんま微妙に見えないとこだったから、うん、なんかレフリーに痛くない痛くないって言ってたらしいんだけど、まあ、それが本人からしたらそれで多分取られたみたいなこと言ってて、うん、で会場から出て帰ってる時になんかライジン側から電話来て、あのなんか審判と話した結果、うん、あれがもうタップとしてなんか認められてるみたいな、うん、いやでもそれでもいや絶対してないって言ってたから、まあ、そこをちゃんと話さないとっていう感じで話してて、うん、でもう一回あの試合の動画送ってくださいって言って、で送ってもらうことになったんだけど、もうそのまますぐあもう決まってみたいな、タップタップしたことになりましたみたいな、ニュースに上げられてて、はみたいな、話し合う前にも決まっちゃったんだもん。そうそうそう、なんか何も話したのにそこで決まっちゃってて、なんか治療中の歯も取れちゃってみたいな、そうそう、歯直してるうちにもうタップしちゃって、うん、ニュースが出ちゃってそう、歯はそのまま直していった、まあ、その後もうすぐ電話したんだけど、うん、いやもう帰れないから、うん、もうどうしようもないみたいな感じで言われて、タイガー的にはその、まあ、一応 YouTuber、まあ、柴田格闘技もやってたけど、うん、YouTuber としての一面があるわけじゃん、うんうん、それなりにチャンネル登録者数もいるし、うん、まあ、その YouTuber と格闘家のコラボ、まあ、その大晦日を通じてそれコラボ的に良かったと思うんですよ。やっぱり結果的にね、うん、数字は一番取ってるし、まあ、そうだ、いや本当にその影響力は本当にすごいと思うから、けどやっぱり、まあ、やるのはいいと思うけど、うん、兄ちゃんだよね、両親。まあ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 弟だから思うし、そうだね、現役バリバリのちゃんとやってる選手がやるんだったらね、うん、そうだね、やればいいんじゃないかなって。相当動画も伸びたよね、お兄ちゃんが上げた動画もそうだし、うん、トレンド2位にもなってるし、うん、すごいその柴田の影響はすごいあったのかなっていう、格闘技すごいね、だって、うん、兄ちゃんのやってるチャンネルも多分あの試合終わって 3,4 万人登録者数増えてたから、うん、やっぱそれはそうだ、影響力がすごいあったんだね、すごいなって思ったし、実際すごいよね、マジで。いや、すごいでしょ銀の盾じゃん、銃いやさ、何も使わないんでさ、一人であれだけ喋るんで、いや、結構すごくない？すごいよほんとすごい、結構見ちゃうからね、もうという感じで、年末の試合について話しました話しました見てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございます。また見てください。見てください。